はい、F メジャーセブンのコードを皆さんどうやって押さえてますか。今回は時々出てくるけど、この F メジャーセブンについてお話しします。はい、 BJ のウクレレ講座です。 F メジャーセブンってこうなんですよね。こんなの抑えられないですよね。はい、パッと持ってきてスッとここに来るっていうのなかなかないじゃないですか。 BJ がおすすめしてる F メジャーセブン、あ、これちなみに押さえ方言っておきますと、通常の F を押さえてくださいね。で、1弦の3フレット、これを薬指で押さえます。それから3弦の4フレットを小指で押さえます。これ F メジャーセブン。はい、こういうのって押さえづらいですよね。ウクレレ初心者の方がこれの出てきたら困った、もうウクレレやめるっていう原因になるかもしれないぐらい難しい押さえ方ですけど、これ簡単にする方法があります。こうです、こうです。これは3弦4弦の5フレットを押さえてます。1、2弦は開放ですね。はい、これ F メジャーセブンになります。あともう1個ですね、これ F のコードの人差し指を離します。F メジャーセブン、実はこれ F メジャーセブンじゃなくて、よく見ていただくと A マイナー、構成音がほぼ一緒という感じで、 BJ も A メジャーセブンでよく使うんですよ。よくよくこのコード見ていただくと、 F メジャーセブンの F の音が入ってない肝心な音が抜けてる。ちょっと前の動画で D7 の肝心の D が入ってないコードっていうのもやったんですけど、それと似通ったようなところです。 F メジャーセブンのさっきのこれ、これを押さえるのとこれとだったらどっちが押さえやすいですかっていうところですよ。で、大体あの人間の耳っていうのは聞こえないところを補う能力が備わっております。ですので、こうコード進行が流れてくるときにA マイナーって聞こえる時もあれば、 F メジャー7って聞こえる時もあるんですよ。ですので、まあ、ウクレレはそういうちょっとコードの、何か音が抜けててもいいよねっていうのが、これまあ BJ の考えです。まあ、全員が全員この考えしてるわけではないので、BJ の動画でこれ F メジャー7って言ってましたって、ウクレレ教室とか行って先生に言うと、それは間違ってますって言われる場合もありますからね。これは先生によって、やってることで、やってる人によって考え方は変わってきますので、あくまでも BJ の考えだと思ってください。これ F メジャーセブン、まあもちろん余裕があればここへ持っていくと、これ F の音も入ってますし、E の音、 F メジャーセブンのセブンスの、メジャーセブンの音が E の音なんですけど、 E も入ってるし A も入ってるし C も入ってるし、これ完璧なんですけどね。だからここへ持っていってこうやってちょっと遠いですけど、こういう感じで弾いていただくといいと思います。ただこの押さえた時に、一つだけ注意があります。弾いててそこのコードに来た時になんか変だな、なんか足らないなって感じた方、そこは使わない方がいいんですよ。はい、何が何でも F メジャーセブンで出てきたこれで代用できるかっていうと、そうじゃない時があるんです。前後のコードによっては合わないっていうことが出てくるんです。合わなかった場合はこっちを使ってみる。で、これも合わなかったらこれを使うというふうに、いろいろその前後の流れによって、その曲によってですね、合う合わないで、判断していただければいいと思います。どれでも合うよと思った方はどれでもこれでいいと思いますよ。簡単なやつでやってもらうといいと思います。それはまあ人それぞれ耳っていうのがありますからね。鋭い耳を持ってる方はなんかおかしいの、 F メジャーセブンに聞こえないなという方もいらっしゃると思います。その辺は、ご自分の耳を信じてですね、自分で合ってるなと思えばそれでいいと思うんですよ。ただこういう時もチューニングは合わせてくださいね。チューニングずれた状態でわー合ってるわーっていうと耳が本当に音痴になってきます。これだけは怖いですから、ちゃんとチューニングを合わせた上でやるというのを忘れずにしてくださいというところで、今回のお話は以上です。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。